続きまして、次の曲、この花咲くやという曲なんですが、この花咲くや、これもオリジナルで私が作詞をして、あのガラブッカの、宮田ジュニア君、息子の方がですね、曲をつけました、オリジナル曲です、この花、さっきの曲も、あ、全曲、あの私作詞で彼が作曲ですので、あの強調しておきます。この花咲くや姫という神話のお姫様の名前を聞いたことある方いらっしゃるかもしれないですけれども、すごく芯が強くて美しい、お姫様だというのをちらっと読みまして、いいなこんな女性って思って、